こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は特別編、多摩周遊道路ドライブです。それではレッツゴー。多摩周遊道路は東京都道206号、川の上川乗り線の一部で、水戸橋から九頭竜橋までの延長 19.7km の道路です。有料道路だったんだけど、1990年4月1日に無料開放になったのぜ。緩やかなワインディングが豊富で、ツーリングやドライブのスポットとして人気です。ついついスピードを出したくなるが、交通事故も多く走行には注意が必要なので、救急車が現場に到着するまでの時間が長く、病院搬送までに2時間はかかることから、こんな看板があるのよ。これは、怖い。桜でも見ながら、ゆっくり走りましょう。ここは、川のゲート、川の駐車場です。500メートル地点にある、給料近所並びに駐車場だな。標高は544メートルね。トイレ、あずまやの他奥多摩湖ロープウェイの、遺構が残存しているので。3.5km 地点にある山のふるさと村入り口ね。この施設で売店や食堂などがあるのぜ。
ライダーさんが来たのでお譲りします。ライダーの方は礼儀正しいよな。でも、スピードには気をつけてくださいね。9.3km 地点にある、つくよみ第一駐車場ね。標高933mなので、奥多摩湖が大内ダムから、麦山橋まで眺望できるわ。雪がちらほら残っているわね。桜と雪の共演なのぜ。この辺には桜は咲いてないわよ。11.1km 地点にある、月読み第二駐車場ね。標高は1089mなので、ついに標高1000m 超えたわね。
2.8 キロ地点にある、風張駐車場ね。標高は1146メートルなので、ここは、東京都で一番標高が高い道路なのよ。スカイツリーより高いので、スカイツリーは634メートルよ。14.2 キロ地点にある、千元尾根駐車場ね。標高は1109メートルなので、そばに甲州中道と呼ばれた古街道があるわね。ライダーさんたちが来たのでお譲りします。バイクで走るの気持ちよさそう。15キロ地点にある、風間駐車場ね。標高は1062メートルなので、上り下り車線の両側に駐車場があるわ。トイレがあるみたいだな。16.1 キロ地点にある、都民の森ね。標高は994メートルなので、トイレ、売店、バス停、公衆電話、森林館などの展示スペースをはじめ、水戸大滝などのハイキングコース等が整備されているわ。
さんが来たのでお譲りします。ハスラーは遅いからね。山道が好きなのにノンターボなのよ。ターボ車にすればよかったのに。初代 J スタイルにはターボ車は設定されてなかったのよ。奥多摩周遊道路、感想です。お疲れ様でした。今回は、特別編、多摩周遊道路ドライブでした。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。